住居。今住んでいるマンションに引っ越しをしてすぐ、玄関の人感センサーが、家族は今にいて誰もいないのに、チラチラついたり消えたりした。まあ故障だってあるだろうと気にはしていなかった。その後、外出先から帰ってくるとき、明らかに自動センサーがまだ届かない遠い距離なのに、集合玄関の自動ドアが開いて、私が来るのを待ち受けているようだった。内心嫌な感じだったけど、無視をしていた。で、入居後すぐ、夫が脳腫瘍に。入院中は、神社で買って飾ってあった浜屋が突然倒れたり、神棚に一心に夫の無事を手を合わせて祈っていると、決まってシャツを誰かに引っ張られる経験をした。これは退院まで続いた。あと、主電源を切っているのに、部屋に入った途端にテレビがついたり、とうとう霊能者を呼んでお祓いしてもらったけど、テレビは相変わらずすぐついた。築3年ちょっとだけど、入居者がもう3人くらいお亡くなりに。私も、うつや寝たきり、激太りで、糖尿寸前。本当にやってられない。あと実家が、いわば古墳跡で、家建てる前に、石器やら土器やらザクザク出てきて、それ以外はまあ書きたくないけど、どうやらあれも出土したらしくて、それを掘って見つけて以来、兄貴はちょっとおかしくなってしまった。出てきた出土品は町にちゃんと寄贈したんだけど、若い頃テレビにも出たことがある有名な地元の霊能者に見てもらったら、寒い、寒い。この土地に長居してはいけません。敷地に観音様の祠を作って、毎日お茶を家の四隅に巻きなさい。だって、親に言ったって聞く耳持たないしさ、結局そのままなんだ。家を建て替えれば数年で父は他界するし、兄貴はニートだし、ろくなことがないってのは確か。だいたい古墳跡なんて一番アウトだろうに。ってことで、なぜか私は住居にはあまりいい縁がないんだ。何乗せてるの？つい先日のことです。未だに怖くて手が震えていますが、皆さんに聞いてほしいので。仕事に行くために駅のホームで電車を待っていました。なんてことはない、毎日通う駅の風景です。ですが、その日は違いました。電車を待つ私の隣に、若い女性が同じように電車を待っていました。ふと気がつくと、その女性、私に視線を向けていました。なんだよこいつ、じろじろ見るなよ。とか思っていると、その女性、おもむろに口を開きました。あなた、何を乗せてるの？って。すぐには理解できませんでしたが、はっとして、私は後ろを振り返りました。しかし、後ろを振り返っても何もない。また女性の方を見ると、すでに姿はなくなっており、電車に乗り込んだのかと思って、その日はあまり気にせずに仕事をこなしました。家に帰宅してからふと朝のことが気になりました。あの女性一体何だったんだろう、何を言いたかったんだろうか。思い出してもあまり気分がいいことではありませんでした。いつもよりも早く床につき眠りました。そして今朝またあの女は現れたんです。今日は昨日とは違いました。隣に並び、じっと見つめてきたんですけど、何も話しません。私は怖くなって、足早に電車に乗り込みました。何事もなく仕事をこなし、帰路に着きました。そして帰宅途中、道でまたあの女に会いました。
じっと見つめてはいましたが、何も話そうとはせず、気味が悪いな、とは思いましたが、無視をして通り過ぎました。そして、自宅への角を曲がると、またその女がいました。通り過ぎようとすると、その女が、気をつけて、と、ぼそっとつぶやきました。さすがに気分が悪くなって、駆け足で自宅に帰りました。自宅に着いてから、やっと、女の話していた意味がわかりました。部屋の中に、誰か、白い女がいる。その瞬間、怖くて、体が固まってしまいました。走って、無我夢中に逃げました。振り返ると女は、地面から数十センチ浮きながら、滑るように追いかけてきます。自宅には入れずに、そのまま友人に電話をかけて、部屋にかくまってもらいました。すでに友人宅に着く頃には、追いかけては来てはいませんでした。そして今、友人宅から書き込みさせてもらっています。駅で会った女性の言っていた意味がようやく理解できました。私は今日からどうすればいいんでしょうか。だーれだ。今から2年ほど前のことです。とあるアパートに彼女と同棲していました。その日はバイトが早めに終わって、一人でテレビを見ながら彼女の帰りを待っていると、だーれだという声とともに目隠しをされました。当然彼女だと思っていた俺は、〇〇だろ、お帰りと彼女の手をどけながら後ろを振り向きました。しかし、そこには誰もいなかったんです。一瞬呆然となった後、俺の心臓は鼓動が聞こえるほど早まっていました。おかしい。さっきの声は、きっと幻聴だ。ドアが開く音しなかったじゃないか。必死にそう思い込もうとする一方で、意地悪な考えが頭に響いていました。手はどう説明する？目隠しもされた。その手を掴んでどけた。感触もまだ残っている。俺はもう恐怖で発狂寸前でした。とにかくここを出なきゃ。勇気を振り絞って立ち上がろうとしたその時、金縛りにあって体が全く動かなくなってしまいました。心臓が張り裂けそうで、恐怖でパンクしそうでした。突然部屋中に、若い男女と思われる笑い声が響き渡って、ふっとその笑い声が止むと、耳をつんざくような恐ろしい叫び声が上がりました。俺の意識があったのはそこまで。気がついた時は彼女に解放されていました。俺は彼女にそのことを話して、急いでその部屋を出て、その日は友達の家に泊めてもらいました。翌日、大家にこのことを問い詰めると、以前この部屋には、薬中のカップルが住んでいて、男が女を殺し、自分も自ら命を絶ったんだと教えてくれました。自動販売機。寝苦しくて目が覚めた。夜中の2時半だ。喉が異常に渇いて仕方がなかったんで、近くの自販までジュースを買いに行くことに。家から歩いて3分ほどの古い自販機だ。その自販機、よく行くレンタルビデオ店に付属しているもので、今時オール100円なので重宝していた。自販機について100円を入れようとしたら落としてしまった。100円はコロコロ転がってビデオ屋の正面入り口で止まった。ビデオ屋は深夜1時までの営業なので中は当然真っ暗だ。
100円を拾おうと鏡込み、ふと目の前を見ると、自分がガラスに映っている。その直後、私は凍りついた。私はまだ座った体勢なのに、ガラスに映った自分は100円を拾い上げて、自販機の方へと歩いていく。そして、ガチャッという音とともに、何かのジュースを買って引き返していく。ガラスに映った自分。そのまま歩いて行って、ついに座ったままの私を通り越し、店のガラスがなくなったところで、当然、私の映った姿も消えた。その時、ガッシャーッと、ものすごい大音量が響き渡った。その後、ドサッと何かが落ちたような音が、私はジュースを買わず、死に物狂いに走って家に帰った。それからは、その店には近づくことができない。ごめ、かごめ。今から約15年ほど前に見た嫌な夢の話です。地方出身の私が再就職で、関東の C 県に就職をすることになりました。私のために職場のオーナーがアパートを用意してくれたんですけど、そのアパートは大家さんの自宅の一部を貸し部屋にしたような感じで、玄関を入るとすぐトイレがあって、台所4畳半の部屋、そして私が寝室に使っていた部屋と、作り自体は普通の安い賃貸部屋という感じでした。最初に感じたのは、風呂がなくて不便なことと、風呂がないのになんでこんなに湿気があるのかということ。2週間ほどしたある日、妙な夢を見ました。今でも鮮明に覚えていますが、ボロボロの服を着た、顔と頭だけが妙にでかい子供たちが、かごめ、かごめ、と歌いながら寝ている私の布団の周りをぐるぐると何周もしているんです。職場の後輩にそのことを話したら、あの部屋は気持ちが悪いし何か感じるんだよ、と言われ、その日から後輩のアパートで生活をすることになりました。何年か後田舎に戻って、ある日オカルト話になった時、私はその話をしました。その時、友人がこう言いました。童謡やわらべ歌には妙な意味があったり、呪文みたいな意味が込められたりしてるって本で読んだことがあるよって。そう言われた時はマジでビビりましたよ。かごめかごめって一体どんな意味があるんでしょうか。午後からのあなたの運勢を占う午後からじゃんけんタイム。それでは皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうか。じゃんけんポン。私はグーを出しました。ですのでパーを出したあなたは午後からパーッと晴れ渡るんじゃないでしょうかね。私の近所は曇り空ですが、皆さんのところはどうですか？昨夜は雨が降ってましたね。久しぶりの雨だった気がしますね。まあ雨も降らんとね、やっぱりその水不足、まあ琵琶湖が今水が少ないって聞きますよね。台風が少なかったからっていうのもあるみたいなんですけど、まあ台風っていうのはね、よくはないものなんですけど、そのトータルで見てその自然の流れの中ではね、その水不足とかを考えるとなんか複雑な気分になりますよね。被害に遭ってしまったね、方からしたらやっぱり台風は怖いものになってしまうので、ねえ、本当自然というものとね、その人間のその文明とのね、まあ本来は相入れないものなのかもしれませんね。となんか偉そうなこと言ってみました。はい。ということでラッキーアイテムはですね、そうですね。今日のラッキーアイテムは何にしましょうか。今日のラッキーアイテムはですね、自分へのご褒美でございます。
まあ年末ですしね、自分に少し、まあクリスマスも近いですから今日しなくてもいいんですけど、自分へのご褒美を考えてみたらどうでしょうか、ね、そんなことを考えるだけでもなんかワクワクしませんか？いや、コストがあってね、お小遣いがあってなっちゃうこともありますけどね。あとね、ちょっとね、なんかね、悲しいなと思ったんですけど、京都で、びっくりした事件があって昨日、今日か、朝ね、5時過ぎくらいにちょっとニュース見てたら、さすがにニュースはたまに見るんですけど、びっくりしたニュースやってまして、なんか京都で、今月の初めくらいにね、82歳の高齢の男性の方が殺害されたという事件があって、犯人が捕まったっていうね。で、まあ、21歳のね、方だったらしいんですけど、そこで何を思ったかっていうと、その高齢のね、その殺されてしまった男性の方が、本当に殺される直前くらいになんか防犯カメラかなんかに映ってて、歩いてる姿、傘を杖代わりにしてよたよた歩いてるんですよ。まあ、もちろんね、ご高齢ですから足も不自由だと思うんですね。よたよたって歩いてる姿が映されてて、防犯カメラの映像で。で、その直後に、まさかね、それも面識もなくて誰でもよかったっていう理由での犯行だったらしいので、ね、何にも罪ないじゃないですか、普通に歩いてて。家に帰ってね、82歳だから、まあいろいろね、その自由も聞かないじゃないですか。よくできるねっていう、そんなことがっていうことと、で、ここでもう一つ思ったのは、これがもしこの人がね、また精神的にどっか、なんかどうだったとか、言うと、下手すりゃ無罪とかになるわけですよね。今の感じで言う、今のね、我々の国の法律では。でもさ、被害に遭った方ってもうたまらないよね。そんな理由で無罪とかにされちゃったらさ、遺族もね、って思って、やっぱり僕はみんなに言いたいのは、あんまり夜とかね、まあこれ夜だけじゃないんだけど、あんまりね出歩かない方がいいよね。最近ね結構思うんです。やっぱりあんまりね、もう7時8時もそうかな今って、あまりね一人では出歩かない方がいいよ。もちろん会社から帰ってくる仕事の方もいらっしゃいますから、仕事行く方もいらっしゃいますよね。そういう場合もね、本当に十分注意して、私も夜中にコンビニ行ったりとかね、早朝ゴミ捨てに行ったりするときに変な人見たりとかってのはやっぱりありますし、わかんないよ、その方々が変に見えるだけで、私が変なことをしてくるわけじゃないんだけど、でも何があってからでは遅いじゃないですか。そんな人いないよ、いい人ばっかりよなんて言ってて、被害に遭ったらそんな目も当てられませんからね。疑いというわけではないんですけど、十分警戒することはね、やっぱり必要なんだと今は思います。だから皆さんもなるべく、不要な外出、夜のね、特に夜とかはやめた方が、いいんじゃないかなとは思っておりますので、その注意喚起をねしたいなと思いまして、私ね、昔ね、まだ本当に大学生の頃ですね、深夜にね、これね、大晦日だったんですよ。で、普通大晦日なんてお店もね普通に営業はするけど、夜はやってないじゃないですか。とある電気屋さんが年明けセールをやりますとか言って、なんかね、大晦日からの夜からもうずっと、年が明ける深夜ね、ずっと営業してるっていう。で、セールやりますっていう日があったんですよ。で、ちょっとね、面白半分でね、なんかいいものあるかなと思って行ってみたんですよね。大晦日の夜から。で、結局何にもなくて、大して安くもなくてね、帰ってきたんですけど、で、そこで帰ってくるときにね、多分中学生くらいだと思うんですけど、3人くらいの男の子が、もう、まあなんていうんですかね、ヤンキー座りと言いますか、たむろってて、コンビニかなんかの前にたむろってて、よくコンビニ寄ったんですよ。で、出てくときにね、ずっとたむろってて、なんかじっと見てるんですね、僕とか他のお客さんを。まあ大晦日ですからね、多少客はいたんですよ。じっと見てて、どうするよとか聞こえてくるんですよ、大きい声で。その3人で話し合ってて、どうするよって、やるかとか、なんかそのこと言ってるんですよ。何をだろうと思って、
おいおい待てよ、めでてえ日だ、見逃してやろうぜ。とは言ってなんか喋ってるんですね。何のことかわかんないけど、不穏じゃないですか、言ってる内容が。何って、まあ、この時間にね、深夜の2時過ぎですよ。この時間にね、その、まあ、砂利がいること自体もね、小砂利たちがいる自体もね、本当はダメなんですけど、そんな中学生くらいのね。でもね、本当に何かあってからでは、遅いし、ね、実際にこういう犯罪ってのは起きてるわけですから、みんながいい人なわけではないので、気をつけましょうね。やっぱり年末特にね、年末はみんなまあ正直言いますけど、強盗も空き巣も増えます。まあ理由は言いませんが、増えます。だから本当にね、気をつけましょうね。ということで皆さん、おはなるこんでした。またね。